この番組はレストラン日本の提供でお送りします。ニューヨーク共同貿易が主催する日本食レストランエキスポが4日マンハッタンのメトロポリタンパビリオンで開催されました。このカルチャーを輸出するという意識があまりなかったんですね。しかし今度はアメリカの方から日本のカルチャーは素晴らしいという、アクションがあったわけでしょ、ですからこれからアメリカ人の中に新しいやはり日本の食のマーケットが広がる一つの大きな転機になると思います。こちらは年々需要が高まっているという、本わさびです。年々あの認知度も高まっておりますし、アメリカ人の人もわさびのことを知っている人が増えてきています。こういう刺激があるの好きな方が多いので、はい、アメリカでの反応はいかがですか。生そうですね、あのおかげさまでニューヨークの方は非常にあの好調に伸びておりまして、いろんなあのレストランさん含めあのうちのお酒を、愛飲していただいているので非常にあの嬉しく思っております。会場2階では日本酒のブースが設けられ、各社新製品を紹介し、当日は86社の食品業者が参加してラーメンから伝統食材まで商談が弾んでいました。20年間ロンドンとオーストラリアで親しまれたジョン・レノンのショーがここニューヨークに初上陸します。John Lennon as an artist? I think, as a teenager, John Lennon came over to me as a kind of slightly older brother who was saying to young people, you know, it's okay to be yourself and, you know, be honest, be true to yourself, do what you want to do. And I think, you know, I got messages, all of my generation got some messages from John. He was very brave. Mm. He spoke his own opinions. I admired that about him. Yeah, thank you very much. Thank you. この番組はレストラン日本の提供でお送りしました。